カイザーバルト強制収容所の位置、地図左端。カイザーバルト強制収容所は、ラトビアのリガ近くに建てられていた、ナチスドイツの強制収容所。カイザーバルト強制収容所は1943年3月に設立された。最初に到着した囚人は、ドイツ人刑事半数百人であった。1943年夏以降、ラトビアのリガゲットから、 多数のユダヤ人がこのカイザーバルトへ連れてこられた。加えて、利害外のラトビア在住のユダヤ人も続々とここへ送られてきた。1944年には、ハンガリーやポーランドのルージンのユダヤ人も移送されてきた。1944年3月の時点で、カイザーバルト強制収容所には1万3000人の囚人がいた。その大多数はユダヤ人であった。 1944年初め、カイザーバルト強制収容所の付属収容所が次々と設置された。カイザーバルトは絶滅収容所ではなく、囚人たちはひたすら強制労働に従事した。多数のカイザーバルトの女性囚人がアイグの電気、製品生産作業に使用されている。またそれ以外の囚人は、鉱山、工場、農場などで強制労働を行った。 カイザーバルト強制収容所の所長は、アルベルト・ザウアー新英隊少佐が務めた。7月に、ソ連赤軍の接近により、カイザーバルトの撤収作業が開始された。労働に適さないとみなされた、囚人数千人が殺害される一方、未だ労働できる囚人は列車か船で、団地費に近いシュトットホーフ強制収容所へ、移送された。撤収作業は9月に完了した。 直後の10月13日に赤軍が到着したが、すでに物気の殻だった。ありがとうございます。